このジャンベという、えー、楽器ですねどんな楽器なのかドドン、はい、西アフリカの太鼓なんですけどもアフリカっていうのは長らく文字がなかったんですね文字はい文字がないと記録が残せないからその当時どうだったかっていうのが分かってないんですよぶっちゃけねでその、まあ、考古学の方とか、えー、歴史研究家の方がですねいろいろまああれこれ調べた結果大体1,000年前頃にあったのではないかと 言われてますねはいマリ帝国っていう、えー、西アフリカ一帯を収めていた国があってその時にねあったもともとは通信手段でありましたと要はですね広いですからアフリカこう移動する時なんかね今から行きますっていうような伝令というか、えー、伝える手段としてこうたたいて今から行きますってこの音で伝えてねで向こう側の人も「上かりました」 こう音で会話してたかなり距離がある、えー、ところでもこのジャンベの音結構音でかいですから、まあ、いわゆる1,000年前の電話みたいな形ですね、はいまあ、そういう道具だったわけなんですけれどもとにかくこの音ね、えー、派手で上がりますから、えー、そのうちその儀式とか踊り、えー、あと冠婚総祭とかねなんか祝い事の時に叩いて、えー、盛り上げる、えー、テンション上げるそして、まあ、踊りのね 伴奏ととしししててててリズムを出して叩かれれるいいいうよううよななな使い方ににりりましたっていうね流れになっね、流おります。音楽の中で使われるとかまあ太鼓のねアンサンブルとして使われるみんなで楽しく叩くっていうのは本当に近代になってからですねえ西アフリカの国々が独立した頃してからっていう感じなので本当に新しいです実は歴史としてははいで特にえご存知の方もいるかと思うんですけどママディ・ケイタさんっていうね はい、去年亡くなってしまったんですけども、えー、彼はギニアの、えー、ジャンベ叩きジャンベマスターなわけなんですけれども複数人で太鼓を叩くジャンベを叩く時にはこういう風に、えー、パターンとかをね組み合わせたらいいんじゃないかとかねいろいろ考えたりあとジャンベのジャンベを学ぶ学校を作ったり世界各国でねワークショップをしてかなりこの普及に貢献したんですねはいで、えー、彼がいたおかげで 今では <laughs> 世界中であこの楽器といえばもうパッと見たらあこれジャンベだよねっていうねジャンベ叩きの人たちはもうママディ・ケイダさんにはもう頭が上がらないっていうかね立てまつるべき存在っていう感じです彼がいなかったら、えー、こんなに普及していなかったっていうところですはい、まあ、そんな西アフリカのあれこれがありましたけれども今では、えー、普通にいろんな音楽の中で使うことができますので、えー、それぞれね用途に合わせて楽器を 選ぶといいいいいかなっていう感じですはい、いわゆるそのアフリカならではのリズムアンサンブルジャンベアンサンブルをやるのであればいわゆるこのロープタイプってやつねはいこんな感じですねえー、木彫り木のボディでえ皮、ー、はねヤギ皮ですねだいたいヤギ皮たいヤギ皮で、えー、ロープでこの皮を縛っている。 実際にここにフープがあって、鉄の輪っかがあって、それをこうグッとしまって、皮を張っているって形なんですけども、これは、まあ、いわゆるアフリカンジャンベっていう形です。ロープタイプ。はい。これは基本的にはあんまりチューニングできません。まあ、ロープをちょっときつく締めたりして、上げたり下げたり、若干はできるんだけど、基本的にはもう張りっぱなしと思ってください。はい。対して、えー、真ん中、チューナブルっていうのは、このロープタイプをさらに使いやすくした、 ものと思っていただいていてわゆるドラムのチューニング機で調整できるチューニングが張ったり緩めたりっていうのがかなり楽にできますはいチューナブルのタイプは木でできてることもあるしファイバーとかねなんか扱いやすい素材軽い素材でできてることが多いです革は本革のものもあるしファイバー素材いわゆる破れにくい革例えばこれは こここにあるこっちはチューナブルなんですよ。大体こういうラグがついてて、あのいわゆるチューニング聞いて、これで簡単にチューニングができるっていう感じなんです。はいでヘッドが、えー、ファイバー、破れにくいものもあれば、これは本側なんですけど、ちなみに、こう見えて。はい。こういったものもあります。 えこっちはかなり扱いやすいのでなんだろうなまあいわゆる本当にアフリカ音楽以外のバンドの中で使うとかえいた時にいいんじゃないかなと思いますね例えばこの2つで見てこっち今結構チューニングを貼ったんですよするとこうカンカンカンっていうえ高い音が出せるえこっちは張りっぱなんで これぐらいいのピッチ感っていう感じです、はいまあ、これね頑張ってこうロープをもっと締めれば高くすることもできるんですけど僕は基本的にはりっぱの状態であんまりいじってない状態なんでちょっと低いですよねこっちははい、えー、チューニングが自在にできると、まあ、これぐらいまで上げることも簡単だよっていう感じですはい で最後、教育用って書いてあるのは、えー、これはですねいわゆる教育現場とか、ドラムサークルで使われることが多いんですよ、ドラムサークルっていうのは、えー、あんまり楽器とかやったことない人っていうか、太鼓とか叩いたことない人も、一緒にみんなで叩いてみようぜっ,つって叩いて、おー、楽しいみんなでね、アンサンブルするやつなんですけど、はい、まあ、そういったところで使われるのがあります。でこれはね非常に扱いいやすい えー、サイズ、えー、小ぶりなものが多いし素材もねファイバーとか軽い素材でできてる取り扱いしやすい取り回しがいいものがありますはい、えー、あるいはお子さんにねお子様になんかこう太鼓をね始めさせたいわという方はこういうのもねありですよ全然はいちっこいサイズもねたくさんありますはい学校の音楽の授業とかでジャンベあったらすげえいいと思うんですよね いわゆるこういう本気,本気のやつっていうかガチンコのやつじゃなくてもっと小ぶりなね、えー、こういうちっこい教育用のやつとかあったらすごいいいと思うんですね花本よりもね多分ねジャンベの方がいいと思う <laughs> あのー、分かりやすくこれ楽しいんではいあとすっごい重要な、えー、要素として革が破れるっていうことがあります <laughs> はい <laughs> これから始めたい方にねあの秘宝なんだけど、えー、これがですね ヤギのヤギさんの皮でできてまして、えー、比較的その動物の皮の中では、えー、薄い方なんですね薄い皮をグって張ることによってこうカンカンカンっていう、えー、音が出せるっていう形なんで特にその、えー、日本の気候湿度のアップダウンが激しいので冬場とかね乾燥している時に割れやすかったりします はいので要注意です。目安として、この革の真ん中をですね指でこうプッ,プッシュ、プニッと押していただいて、これがこう沈むようであれば、まだ余裕があるっていうことです、革のテンションに。だからその状態であれば、特にあんまりケアとか、えー、湿度だけあんまり過度なアップダウンをしないように、なんかケースに入れておくとか、えー、湿度、除湿剤を入れておくとかね。 ししててあげるととといいいかかなな思うんですけどこの皮をグッと押しても全く動かない例えばこれは今テンションが高いからこう押しても全く硬い状態なわけなんだけどもこれっていうのは結構リスキーです。これはもう晴れるだけ張ってるっていう状態なんでこの状態でえ例えば昨日雨降って湿度が上がったじゃないですか。で仮にえ今日とか明日ものすごい晴れて湿度がえ下がった。 っってなった時に割れるリスクが高いっていうことはいなので押して全く緩まない状態の人は結構気をつけた方がいいっていうか <laughs> あんまりほったらかしにしない方がいいと思うでこのロープのチューニングに関してはすいません今ね今やってるとすげえ時間がかかるんであの検索してくださいで簡単な方法としてなんかゴムの素材のハンマーってあるじゃないですかこういうやつを使ってこのフレーム フープを叩いてあげる例えばこのえジャンベ本側だからロープを縛ら、ロープをいじらないとチューニングできないんだけど簡易的なチューニングとしてはこういうハンマーで皮を押さえてこのフープの辺りをはい、今こっち方向に叩いたのね。 ドントンってこっちに叩いたからこれチューニングを上げてるってことなんですよはいちょっと上がったでしょはいこんな感じで、えー、ハンマーでチューニングすることも、えー、多少だったらできますので今こう上げるためにやったわけなんだけど逆に緩めたいときはこのフープをこっち方向に叩いてあげれば緩められるってことなんでこういうこういうことね こういういうに叩けば緩められますはいあのインドタブラをやってる人は全くそれと同じ原理、えー、このフレームこのフープねこのフープをど,どっちにいかせるかっていう話フープを下にいかせれば革のテンションが上がってチューニングが上がります緩めたいときは反対に叩いてあげて、えー、フープを上側に持っていけば緩みますはい 例えば。これま明らかに違うじゃないですかこ？ここと。こっちの方が低いよね。こういう風にチューニングがばらついてるな。っていう時は、このハンマーで微調整してあげるっていう感じ。画面を押さえて。 上がったよねみたいな感じポーンと叩いてみて、えー、いい音だったらもうそれで OK 何もしなくて OK なんだけどなんかちょっと低いなとちょっと上げたいなっていう時はこの各部分をね叩いてみて低いところを上げていくっていう作戦でいいと思います。全部を一律でやるというよりかは この辺低いなーってなったらこの辺だけやってあげて整えるでたい整って良、えー、ければそれで OK であげたいってなったら、まあ、全部やる必要あるねこれよりもっと上げたいでもっと上げたい場合はハンマーよりもロープをいじった方が早いっていう話ですこれは本当にあに最終的な微調整細かいその全体のバランスを整えるぐらいに使ってあげるあとはちょっと裏技的なんですけど これもね、あの、タブラと同じ理屈なんだけど、要するにこのかロープをグッてこう縛ってあげればテンションがかかるってことなんで、S 字フックみたいなのでテンションをかけてあげることもできる。要するにこれをこうグッて上に上げれば締まるし、下に下げれば緩まる。ただ S 字フックもあんまりその柔らかい素材っていうか、細いやつとかだと負けちゃうんで、このロープに。結構硬いやつじゃないとね、あのチューニングはできないです、S 字フックだと。 例えば、なんかこう、いらないスティックが、もしあったら、このスティックを、こうすれば、チューニングが上がります。これは、ロープに対してテンションをかけたっていうことなんで、こういう上げ方も一応ある。はい。なので、これを、例えばこ、ここの、このサイズに切って、ここに差し込むとかね。はい。まあ、これ結構裏技的な、感じです。大体そんなとこかな。はい。まあ、とにかくね、その、破れ、 破れないようにするっていうことがマストですねはい、えー、じゃあ叩こうぜとはい叩きたいぜという方もねいると思いますのでまあどう叩いてもいいんですよ例えばなんですけど例えばこんな感じですっていう、えー、3通りありますね、えー、そもそものアフリカの、えー、アンサンブルで叩かれるような叩き方を一応アフリカンスタイルとしましたそもそもは 結構もうね広いところ野外とかでもう本当に爆音でやるっていう感じなのでアフリカの人たちはもう基本的にはフルストロークですちょっと <laughs> ごめんなさいうるさいかもしれないんだけどちょっとフルストロークで叩くとこんな感じっていうのをやってみますねいきますよ。<laughs> ママジャンベって、そもそも音でかいじゃないですか？これをこう結構ね。全力で <laughs> 腕の振り幅で言うと、もうこれぐらい手のひらが相手にこう見えるくらいストロークして。 これが一つアフリカンスタイルでありますこれは基本的に、えー、あんまその、うん、小難しいことしないっていうか <laughs> 基本的にこうリズムをゴリゴリ叩いていくぜ爆音でっていう感じなの、はいで。いわゆるジャンベのアンサンブルをやりたい人は、えー、このスタイルがいいと思いますし、えー、そういうそれ以外の音楽で使いたいぜっていう人も当然いると思うんですよ。 えなんか歌物の伴奏でやりたいとかね、ジャズの中で取り入れたいとか、そう,うそういう方にとっては <laughs>、バキバキ叩くとちょっとうるさいかなっていう感じだと思うんで、例えば、コンガスタイルみたいなのありますと、別にコンガみたいに叩いてもいいんですよ、コンガって、これコンガねこういう形、ヒールトゥンして、スラップして、オープンしてみたいな。 当然あの音色の感じは今ガとは違うんだけど今ガと同じ叩き方をしても別にダメではないまあ例えばそうねなんかこうセッションに行ってジャズの曲ですとジャズの中でジャンプ叩かなきゃいけないとなったらどうしようかっつってね 限りなくコンガ的なく的フレージバッキッけですよバッキッドゥドゥ別にこれやってもいいじゃないですかはいこういう感じこういう感じで、えー、叩き方の引き出しを持っておくといいよねっていうお話ですはいであとはダラブッカスタイルって書いてあるんですけどこれね要するに例えばこれちっこいやつありますと これってまあこの今このジャンベみたいに叩いてもいいわけなんですけどサイズ的にはこれダラブッカと同じだからえ中東エジプトアラブ圏でまあこういう横向きにする太鼓がありますと。 これがこうこのまま横向きになったと思えばまあいわゆるそんなガシガシ叩かないで指でえみたいにやってもいいよねっていう。 お話ですはい、えー、ガシガシいきたいよアフリカのアンサンブルあるいは爆音のバンドのね中で叩くよっていう方はアフリカンスタイルフルストロークするのがいいと思うしもうちょっといろんな、えー、アプローチっていうか室内で演奏することを想定してアコースティックバンドとかジャズのバンドとかポップスであれば別にコーンがみたいに叩いてもいいし、えー、もうちょっとテクニカルな えー、指も使いたいよっていう場合はダラブッカのようにしてもいいっていうはいまあ要はどう叩いても <laughs> いいっていういつもの結論になりますはいなのであなたがやりたい音楽ジャンルによって選んでいただくといいかなと思う正解はないですあなたのやってる音楽に対するアプローチとして最適であればそれが正解っていう感じ